モラースカイカーは未だ飛行に成功していない。スカイカーとは空を飛行可能な自動車のことである。単に空飛ぶ車とも、英語では浮上可能な自動車全般を指してフライングカーと表現される。この中には空陸両用の軽飛行機との見方ができるものも含まれている。また SF 作品などに登場する空気の力で浮上する車はエアカーとも呼ばれる。 ただし、エアには空中、空という意味もあるので、浮上が空気によるものとは限らずスカイカーと同義で使われる場合もある。ここでは、浮上可能な自動車全般について取り扱う、従来から飛行可能な自動車の研究はを行われて、きたが航空機は単発ピストンエンジンの短崎でもスーパーカー以上の価格であり、実際に操縦するには自動車免許のほか 最低でも自家用操縦士と航空特殊無線技師が必要で飛行計画の事前提出が求められるなどハードルが高く個人やベンチャー企業の小規模な研究にとどまっていたその後無人航空機やオートパイロットの発展により自動操縦により免許不要で利用できる小型エアタクシーの計画が大手企業の出資でスタートしている2018年現在は法的な位置づけが 不明瞭であり、国際民間航空機関でも単に、モーラーインターナショナルによる、モーラースカイカー M400 を宣伝する、ポスター詳細は、EN、モーラー M400 スカイヒャルを参照カナダの発明家、ポール・モーラーが、モーラーインターナショナルで開発した空を飛ぶ自動車で、ある。そのうち、モーラースカイカー M400 は4人乗りで最高時速350マイル、垂直に離陸が可能である。 飛行機やヘリコプターなどとはあくまで一線を画しており、スカイカーはあくまで自動車のように、庶民の誰もが運転できるようになる、手軽な交通手段としての普及を目指している。現在は競売価格で4億円程度と高額だが、大量生産が始まれば、近い未来には10万ドル以内での販売を視野に入れている。2013年、モラーは、米国企業と、 中国企業のコンソーシアムと共同生産することで合意したトランジションの飛行モード詳細はテレイフュジアトランジションを参照米国企業のテラフジアによるもので2011年中に生産を開始すると発表している30秒以内に地上走行モードから飛行モードへの切り替えが可能また燃料の満タン時には640から720キロの飛行ができ 最高速度は時速 185km、価格は1600万円2100万円と発表している。現在、同社のホームページにて1万ドルで予約を受け付けている。テラフージアではこの他に、ダーパのトランスフォーマー TX というスカイカーの製造を担当したほか、エカーという名称のスカイカーも開発している。2017年11月にテラフージアは、 中国の吉都市議社の親会社の石膏、吉都市空港集団に買収され、3倍の人員と資金を得て、トランジションの開発体制を安定させたことから2019年の市販を発表し、2018年10月に世界初の量産型スカイカーとして注文開始した。インドのバンガロールに住むビシュアナートがマルチスズキ、インディアのマルチ800を改造して製作。 バンガロール空港で開催された航空ショー、エアロインディア2011に展示された、ミツバチの飛行能力などを参考にし、開発に16年を費やしたとしているが、航空力学的に飛行できないと言われ現在のところ、飛行試験は行われていない。英国企業、パラジェットによるモーターパラグライダーを利用した、スカイカー、バギー風の車に、パラグライダーのような翼を持つ。 レイジモータースポーツとの共同生産、スカイカーの考案は冒険家のニールロートンである。地上走行モードから飛行モードへの切り替えは3分ほど。離陸するための速度は時速約 56km、2 0 0メートル以上の滑走路により離陸可能である。飛行モードでの最高速度は 時速約 110km、巡航高度約600から 900m、最高高度約 4500m となっている。また、地上走行モードでの最高速度は、時速約 160km、4.5秒で、時速約 97km まで加速できる。ロンドンから、アフリカマリ共和国のトンブクツまで飛行するプロジェクト、スカイカーエクスペディション2009に成功した。 将来的には車体を 80kg 軽量化し、約 142PS のヤマハ燃料噴射式3気筒エンジンを搭載する予定である。詳細は、カーティベーターを参照日本の業務外、有志団体による計画。ありがとうございます。